株式会社レーシングプロジェクトバンド王は日本のレーシングチームである。運営母体は自動車用パーツ販売会社の有限会社バンドを紹介。代表及び監督はバンドを正たか。創業者はバンドを正明。創業者の強烈な個性から爆走バンド組の異名を持つ。1983年、バンドを正明がバンドを紹介を設立し、 1990年にレーシングプロジェクトバンドを立ち上げた。プライベートでワークスチームの前を走りたいというテーマのもとツーリングカーレースの入門カテゴリーからトップカテゴリーまで精力的な活動を続けている。これまで監督を務めてきたバンド明マサキは2007年よりスーパー GT を運営する GT アソシエーション内の GTA 委員会委員長に就任したほか、 2008年には株式会社化された GTA の初代社長に就任したため運営面に集中する必要性から監督の座は知りくことになった。ただしチーム代表として引き続きチームを見守ることとなっている。新たに監督としてチームを率いるのは息子の坂東正隆で前年からすでに監督代行を務めてきていたが、 その翌年から正式に監督の座に就くこととなった。全日本 GT 選手権には1997年より日産、シルビアで GT300 クラスに参戦を開始。開幕戦で優勝を遂げた後、5戦連続表彰台を獲得し、1点差でシリーズチャンピオンになる。1998年は、 参戦欠場の後第4戦から全日本ツーリングカー選手権で使用していたトヨタエキシブの主要コンポーネントを移植して作られたトヨタセリカで参戦2.0リットルなエンジンはリストリクターの装着を免除されていたものの動力性能はさほど高くなかったが JTCC エキシブ譲りの運動性能を武器に第5戦以降3戦連続表彰台を獲得し シリーズ2位となった。同様の体制で参戦した1999年は、開幕戦で優勝を飾るも3点差で惜しくもシリーズ3位。2000年は、第3戦で優勝するもシリーズ5位。2001年は、開幕戦を欠場した後前年より他チームが、使用していた、トヨタイム RS に車種を変更したが、極端に短いホイールベースの車体と2.0リットルターボエンジンとが、 どちらもピーキーな特性を持ち、出入りの多いシーズンを送ることとなり、第5戦で優勝するもシリーズ9位と低迷した。翌2002年は一度も表彰台を得ることができず、シリーズ10位に終わった。2003年は第2戦を欠場した後再び、トヨタセリカを使用することとなった。この車両は、前年まで GT500 クラスに参戦していたトヨタスープラの、 使用コンポーネントを移植して作られたため、市販車とは異なり降臨駆動である。第5戦と最終戦とで優勝し、シリーズ4位へと順位を上げた。しかし、登場後は改良が進まず、2004年は第2戦で優勝するもシリーズ5位、2005年はシリーズ7位、2006年はシリーズ10位と年々回に沈むこととなった。さらに、もともと使用されている、 使用部品は新たに製作されたものではなく、他チームが順次参加を止めることで、パーツの確保をしてきたが、ウォーターインジェクション廃止によるパワーダウンや車両の老朽化等戦闘力の低下は否めず、2007年第3戦では、液ーストマニホールドの破損から火災が発生し、なんとか事なきを得たが、対応が遅ければ全焼していたかもしれない。そのような状況下でありながら、 第5戦では優勝を飾っている。この背景には特任条件の変更でフロントリップスポイラーの延長やリアウィングをルーフトップの高さにすることが認められ車両のパフォーマンスアップができたことにある。2008年は第2戦まではセリカで参戦し第3戦よりフォーミュラ日本用エンジンをミッドシップに搭載したレクサスイズ350に車両を変更した。 メンテナンスはクエストで、同車両を使用する他のチームより、車両の完成は早かったようで、公式予選第1回で2位を獲得した。その後第4戦でも、予選2位を獲得したが、決勝では、オープニングラップに他車に追突され、走行負の隣自タイヤ。第5戦ではボールを獲得したものの、決勝では、スターターの不調でピットアウトに時間を費やし、優勝ならず。 速さは証明できたものの肝心の結果が残せずにいた。第7戦では練習走行でトップタイムを出したものの車検で車両規定違反が見つかり予選タイムが無効となり最後尾スタートになり優勝は不可能かに見えたが決勝では怒涛の追い上げを見せ最終的にはトップにまで浮上しそのまま優勝。g t 三百クラスにおいて最後尾からの優勝は 史上初となる。2009年は、片岡達也が、チームに加入した。ライバルチームと、チャンピオン争いを繰り広げ、M7 ムチアラモーターズ、アマミア RX-7 やアルタガライア、ジムゲーナーフェラーリカイ430、アップル K1 ンエ S ロードモラゼット、大新アドバンフェレーリフ430との激戦を、制し、最終戦で、念願のシリーズチャンピオンに輝いた。 2011年は GT500 に移動し、レクサス SC430 で参戦することが発表された。2014年の GT500 では、脇坂都市市、関口雄飛をドライバーに迎えて参戦することが発表された。シーズンでは、車体デリバリーが遅かったこと等により、序盤から苦戦が続いた。しかし、終盤以降には、本戦でも、 上位で争うなど復調を果たす。本シーズンでは、滑りやすい路面で定評があり、第7戦のタイでの上位進出、最終戦のモテギでのタイアム交換などで性能を発揮した。2015年は2011年から2014年いっぱいは GT500 クラスのみ参戦をしていたが、新規各車両マザーシャーシュを使用して2015年から GT300 クラスに復帰をして、 両クラスに参戦をしている。2015年は GT500 クラスに参戦をしている、レクサス勢で唯一全レースでポイントを獲得をした。2016年、第7戦、タイラウンドにて、スーパー GT500 クラスに移籍して、初めての優勝を、ポール2ウィンで飾る。2014年第7戦から2017年第3戦に、 かけての21戦連続入賞は JGTC 時代を含めても歴代1位。ありがとうございます。